今からガシラ釣りの仕掛け等の説明をします。まずはガシラに使うものはこれ鉛のものがあります。そして鉛のついたセットの針です。これは鉛さえ飛ばなければ針だけ根掛かりして切れるのであれば2つ使うことができます。その次にブラックフリ仕掛けです。これ3つのありますし4つのも小さい目のものもあります。これはまあ投げて使えるようなちょっと形がブラックフリとの形が違います。その次に3つ針がついている仕掛けです。これもなかなか餌を3つつけれて面白いです。でその他には、まあ、もう一つの鉛の仕掛けなんですけれども針が2つあって、まあ、幅もこのおかず大盛りの幅とは違うのですけれどもこっちの方がもし2匹かかった場合にでも絡まりにくいです。でその方がガシラ釣り用のこれも、日本仕掛けの3セットです。でこの場合はこのナスおもりを使ってここにおもりですねその裏にミチとか引っ張ってくくるようになっています。その他にもこだわり仕掛けこういうベラとかカワハギ口の小さいものチョウチョウウオとかそういうのを釣る場合にもできます。ちょっとガシラ釣りには針が小さすぎます。